ハーチャマクッキングは野菜パンケーキ作り。材料は野菜と粉。まずは粉に水を足しましょう。そして振るうわ、フライパンに出来上がった粉水をぶっかけましょう。やっぱりパンケーキといえば野菜は欠かせないよね。みんなも野菜入れるよね。え、入れないの？盛り付けも完成したので、焼けるまでちょっと待ちましょう。ふくふくに膨らんできました。大成功ですね。まあ、パンケーキで失敗するような人は料理向いてないんで、一生料理するなって感じなんですけど。わお、いい焦げ具合ですね。ではお皿に盛り付けていきます。すごい美味しそう。焦げ目から漂う爽やかな香りがまるでお花畑にいるみたい。これはまるで奇跡のハーモニー。メープルシロップをかければこのゴミみたいな見た目もなんだか映えますよね。これで美味しそうな野菜パンケーキの出来上がり。美味しく召し上がり。